国民の暮らしに直結する社会保障の拡充に努めます。生活に困っている人、子育て教育を税金を使って全面的に支援をします。給付型の奨学金を拡大し、大学に行きたい人たちに大学に行ってもらうようにします。そして大学の学費の減額免除措置を拡大します。